グワカルオすぐわかるおのお暇なら映画でも。すぐわかるおの書籍化への道第8回報告会。イエイイエイ。ということで皆さんご機嫌いかがですか。すぐわかるおです。本来ならもうすでに僕の本が発売されている予定ですけれども、発売されておりません。すいません、もうちょっとで発売されます。ということでね、まあ僕のやるべきことはもうすべてやって、全部執筆も終わったですね。担当編集の T 氏に原稿を全部預けて、 T 氏も構成を一生懸命頑張っていただいて、ここおかしいですとかここ間違ってますっていうのをいっぱい言われてですね、はいって言って直して、でもう完全に僕の手から離れているという状態であります。ありがとうございます。もうすぐ発売されます。ということで今回は重要な発表があります。まあサムネ見てっからもう知ってるから早く言えよという感じですか。それでは発表をいたします。ダン、12月12日に発売前最後の生配信をいたします。イニイニの日ですね。12月12日イニイニの日に発売前最後の生配信ということですね。書籍化への道の発売前の最後ですからまあなかなかね、そろそろ終着駅が見えてきているというか、そんな感じがしますね。どうぞよろしくお願いいたします。イニ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 ということでね、覚えておいてくださいね。そんなことはどうでもいいんだよとなってますか。そうですか。ということで本当の大発表こちらです。でーん、ということで、すぐはカルオさんトークショーと書いてありますね。すぐはカルオのお暇なら本で映画の話でも発売記念ということです。書店グランデさんですね、神保町にあります書店グランデさんの7階イベントスペースで、なんと私トークショーをするということになりました。驚きです。僕が一番驚いています。あとすぐはカルオさんトークショーっていうところがね、こういうのってどうなんですか。普通すぐはカルオトークショーじゃないんですかね。3トークショーになってますけど、こういうもんですか。よく分かってないですけど、いやーありがたい、ありがたいですよ。こんなのやる日が来るなんてね、全く思っていませんでした。所詮グランデさんありがとうございます。だいぶ早い段階から声をかけてもらったということで嬉しいです。ということで詳細をお知らせいたしますね。このチラシでもまあいいんですけど、まず開催場所、あ、そう、やることはですね、一応トークショー&サイン会ということになっているということです。で、開催場所、東京神保町の書店グランデ7階イベントスペースということです。書店グランデ皆さん分かりますかね。神保町にあるもうでっかいビルの本屋さんですね。鉄道関係の人におなじみということみたいですけど、僕鉄道はあんまりよく分かんないんですけど、まあいろいろとね、僕もいろいろ見てみたら、結構グラビアアイドルとかそのタイプの人がよくイベントやってたりとか、まあ他にももちろん結構真面目なイベントだったりとか、結構ねそういう本関連の、イベントが行われている場所ですね。で、開催日時は2021年1月8日括弧金曜日の19時から午後の7時からということですね。来年年明けの1月8日です。よろしくお願いします。平日です。平日なんでちょっと遅めスタートということになっております。で、参加方法ですね。こうどうやってこの、僕のトークショー&サイン会に参加するのかなんですけれども、参加方法2つあります。まず1つ目、12月15日括弧火曜日の11時から書店グランデ3階にて対象商品を予約でイベント参加券を1枚お渡しということになっています。対象商品というのはもちろんすぐはカルオのお暇なら本で映画の話でものことです。書店グランデ3階で、僕のこの本を買っていただくと、
このイベントに参加する券を1枚渡してもらえるということですね。だからイベント自体は無料です。本を買った人対象ということになります。本を買ったっていうか、初戦グランデで本を買った人対象ということになります。で、これ12月15日の11時からとなるんですけれども、ご予約時に商品代金を、まあ、全額お支払いいただくということですね。1000いくらですよね。ちょっと待って、これはちゃんと言った方がいいよね。1760円税込みですね。本体価格1600円、税込み1760円、これをこのご予約時にお支払いいただくということです、この日にね。で、本自体はですね、イベントの当日にお渡しするということだそうです。だから12月15日に本の代金を支払うんですけど、本は持って帰れないということになっています。1月8日に本はお渡しするということですね。で、参加券1枚につき1名限り有効ということです。もしちっちゃいお子さんとかがいる場合は相談に乗りますよということみたいですね。で、イベントはですね、先着20名様限定ということになっております。まあ、ソーシャルディスタンスを考えて、まあ、このぐらいの規模になるんじゃないかということだそうです。ある意味ラッキーですよね。ガラガラに、ね、なる可能性も今十分あると思ってますんで、そうなった場合、いやいや、コロナで間隔空けてたからそういう風に見えただけで、ガラガラっていうか、こうしたんですってい いうね、この言い訳ができる、今のご時世ラッキーです。というのが参加方法の1ですね。12月15日の11時に、初戦グランデ、神保町の初戦グランデに行って僕の本を買うというか、まあ、予約をしてもらうと OK ということですね。20名様に達し次第終了ということになります。達さない限りずっとやり続けるということになっております。で、参加方法2、メールでの受付ということもできます。だから、まあ、当日時間がないとか、ちょうどそう行く時間がないとかね、ちょっと遠いとか、そういった方はですね、メールで受付もできますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。メールの受付はですね、12月15日の12時から受付開始ということになります。だから、さっきのあれは直接店舗に来てもらった人は11時から受付ができて、メールの方は1時間遅いということになりますね。12時から受付開始ということになります。で、規定人数に達し次第受付終了ですから、まあ、万が一ですね、12時前に直接神保町の、初戦グランデに行って予約をした人が20人に達していた場合ですね、メールではすいませんと、もう終了しましたということになっちゃうということがあるようです。まあ、万が一すごくたくさん応募というか、来ていただいた場合は、まあ、何らかの対応があるのかもしれない、わからないですけどね。とりあえず20名ということになっております。先着順ですね。で、メールで参加、予約していただいた場合もですね、先着順で参加券を確保しつつ返信をしますよということですので、まあ、レジを対応しながらメールを見ながら店員さんがやってくれるっていうことですよね。だから12時ぴったりに例えばメールを送って、予約したいですっていうメールを送っても、11時59分の段階でレジで最後の一人のやり取りをしていた場合、難しいとか、そういったことがあるのかもしれないですね。その辺はまあ厳密にこうというのはできないんで、ご了承くださいということです。で、この参加方法、メールっていうのはどうすればいいのかなんですけど、初戦グランデの、ホームページサイト内にありますお問い合わせというところをクリックしていただいて、そこにメールフォームが立ち上がりますので、イベント名、お支払い方法、お客様氏名、電話番号というのを入れていただくということですね。イベント名はすぐはカルオさんトークショーと入れてくださいということです。すぐはカルオさんトークショーって書くのがうざったかったら、すぐはのやつでも、いやダメだね勝手に俺がそんなこと言っちゃダメだよね。まあ、ちょっと自分で言うのは
あれですけど、すぐはカルオさんトークショーというふうに書いていただくということですね。で、お支払い方法、店頭もしくは現金書き留めということになっています。現金書き留め、皆さんやったことあります？現金書き留めって。僕、現金書き留めなんてやったことあるかな。ないことはないかもしれないけど、まあもうしばらくやってないですね。ね、現金書き留めでお支払い、もしくは店頭に来ていただいてお支払いいただくということです。で、お客様の氏名、電話番号、これ必ずお書きください。で、お支払いの方法ですね。店頭払いを選択していただいた場合はですね、メールでご予約していただいて、まあ所詮グランデから返信が来ると思います。 OK ですよとか、じゃあ確保しましたよっていうメールが届いたらですね、今年の12月29日までに3階のレジに行って、予約したものですけれども、予約のお金支払いに来ましたというふうに言ってもらえれば多分大丈夫なんだというふうに思います。で、現金書き留めでも OK ですので、メールで予約をしていただいて、チケット OK ですよ、取れますよっていう返信が来たらですね、同じですね、2020年今年の12月29日必着で、この住所ですね、ここまで現金書き留めでお送りくださいということになります。これすれば、所詮グランデに来なくても参加券を手に入れることができるということになっております。だから、まあ年末忙しくて地元へ行く余裕がないよとか、もしくはちょっと遠い方とか、そういった方はこの方法で参加することもできるというふうに思います。どうわからないですけど、メールの受付が12時からじゃないですか。で、店頭での受付は11時からで、1時間の、まあ、差があるわけですけれども、多分この1時間で参加券が20枚終わるっていうことはないと思いますけどね。どうなんでしょうね、よくわかんないですけど、まあそういう感じになっております。まあ、詳しくは所詮グランデさんのホームページを見てもらえればですね、多分書いてあるんじゃないかというふうに思います。で、この今回のイベントの内容ですね、どういったことをやるんだいと、まあ、トークショー&サイン会と書いてあるんですけれども、一応ですね、イベント内容、ここにはすぐは過労のお暇なら本で映画の話でも収録作品の中からエピソードトークというふうに書いてありますね。何を喋るのかよくわかりませんけれども、あと赤字で握手はございませんと書いてあります。僕としては握手したって全然問題ないし、できればしたいんですけど、皆さんとね、せっかく、まあまずお話しするというか、こうやってね、面と向かって会う機会ってあんまないでしょうから、僕は、まあ、なるべくね、思い出に残る対面の仕方というか、そういうのしたいなと思いますけどね。まあコロナなんで接触はできないということなんで、ご了承ください。握手はございませんということです。で、ご参加の方にはサイン本と所詮限定ペーパーをお渡ししますということです。このイベントのためにですね、僕1枚イラストを描きます。書き下ろしの所詮グランデトークショーイベント限定イラストっていうのを僕は書きますんで、それをプレゼントするということですね。どんな絵にしましょうかね。お楽しみに。来て参加してくださる方、お楽しみに。また期間限定で展示スペースにて複製イラストの展示を行いますということで、どうやら僕のこれまでの紙芝居とかで使った絵がですね、何？なんか飾られるんですってその展示スペースに僕の絵が、で、この人の、まあ、本がありますよとか、今度トークショーあるんで参加券もしお求めだったらこちらでみたいな、そういう感じになっているんですかね、よくわかんないですけどもうびっくりですよ、僕はいろんなことが。こんなつもりで YouTube 始めてなかったですからね。まあちょっと驚きの連続なんですけれども、僕の複製イラストが、展示スペースにて展示されるということになっております。そしてこれが一番大事ですね、スグワクラスターは絶対避けねばならんだろうということです。ね、よくわからない謎のスグワカルオなるもののイベントでクラスターが発生しましたってなっちゃってもめんどくさいんで名前は売れるかもしれないけど、
もう大体そういった感じでね、名前出た場合もうバリ雑言でしょ。なんだ知らねえよ、大体知らねえよとか誰それって言われて、そんな知らねえやつのイベントに集まってんじゃねえよとかいろいろ言われるじゃないですか。まあでもしょうがなるときはなると思いますけどね。でもできるだけのことはやっぱね、対策はしなきゃいかんということで、参加の皆さんマスク必須です。必ずマスクをしてきてください。で、会場での体温測定ありますんで、ピッてやつかな、どういう感じか分かりませんけど、それで、ちゃんと体温が高い方はちょっとごめんなさいということになると思います。でアルコール消毒、もちろんしていただきます。その他もろもろいろいろとありますんで、まあ、例えば近々に海外旅行に行ったとか、まあ、海外っていうかなんかダメよって言われてるような海外に行ったとか、お家で測った時に熱が高かったとか、そもそもコロナにかかっていますとかねダメですからね、よろしくお願いいたします。いろいろともろもろコロナ対策のことも所詮グランデさんのホームページに載っていると思いますんで、ぜひそちらをチェックしてですね、参加していただける場合はお願いいたします。で一応ですね、当日は18時40分から整列が開始されるということですね。これは参加券の番号順にお並びいただきますと。で18時50分入場開始、19時イベント開始ということです。まあ1時間程度という感じということです。まあ、閉店が20時なんであんま長くなるわけにもいかんということというわけですね。で整列の締め切り、まあ、18時40分から整列開始するんですけど、整列が締め切った後に、早い番号の方が来てもそれは最後尾にお並びいただきますよということだそうです。ということで、まあ、今回はちょっとねびっくりな、僕としては皆さんもひょっとしたらびっくりしているかもしれませんけど、何よりも僕が一番びっくりしてます。トークショーをやれということで、まあ僕はね、やれと言われたことは全部やるよと、この間新聞の取材も受けましたしねやれと言われたことは何でもやりますよっていうスタンスで、せっかくね、だって本を出すなんて元そもそもありえないことを僕やって、でさらにこうトークショーをやるっていうね、よくわかんない状態になってるわけですけど、せっかくこうやってねできるっていう状況にあるんだったら、何でもかんでも失敗してでも何でも挑戦していこうっていうのがね、今の僕のスタンスなんですよ。で来たからには、皆さんが来ていただくからにはですね、楽しんで帰っていただきたいなというふうに思っております。もう一回確認しますか。まずですね、イニ12月12日に最後の生配信をいたしますんで、そちらもよろしくお願いします。まあ、そこでねまた、このトークショーの詳細もお話しすると思いますけれども、詳細っていうか、まあ、今喋ってるのが詳細なんですけどね。でトークショーは1月の8日です、8日金曜日の19時から始まります。でこれに参加するには12月15日に、書店グランデに行って本を予約してもらうかメールでということですね。まあ、詳しくは所詮グランデさんのサイトに行ってもらうのが一番分かりやすいと思います。僕のこのたどたどしい説明よりは。よろしくお願いします。多分そんなに焦んなくても大丈夫なんじゃないかな、多分ね。あんま僕が適当なこと言ってね、すぐはが埋まらねえって言ったから余裕持って行ったら席ねえじゃねえかって言われても困るんですけど、でもこれのためになんか無理してっていうことはしなくても、多分当日ね、予約当日開始日に無理してでも何かっていうことは多分しなくても大丈夫じゃねえかなと思うんだけど、わかんないです。まあそのあたりもね、また、生配信でお話ししたいと思います。ということで、今回はすぐわかるお書籍化への道第8回報告会、すぐはまさかの書店グランデイベントスペースでトークショーをやるということに対する告知の回でした。ありがとうございました。おしまいです人生何が起こるか分かりませんね、本当にね驚いております。ということでお聞きくださいましてありがとうございました。12月12日に、生配信いたしますんで、そちらもぜひよろしくお願いします。
他の動画も皆さんよろしくお願いします。それでは皆さんさようなら、バイバーイ。トークショーのご参加もお待ちしております。さようなら。